今日からですね、着工となりますこの測定というか横のお庭なんですけど、今既存であるこういう、自然石とか織部道路、長寿鉢、いろいろこれを利用しながら、ここ和風の空間に変えていきます。今ですね、飛び石の方を見せてきております。この自然石をこう並べていってるんですね。これ超解石という石を使っております。今こうやってこう手作業で一つ一つこうやっていって盛り付けていってます。苔の残もですね、こう拳一つ入るぐらいの大きさでこう小刻みに石を据えていってるんですけども、やっぱりこうもっと大きな幅になってしまうと人はどうしても大股で歩いてしまうので、すぐこう通路を渡ってしまうと、そういうことを防ぐためにこう小刻みにしてゆっくり歩いてもらって、景色などをこう今から作るですね、お庭の景色などをこうよく見てもらうためにこうわざとこう小刻みにですねこう角度をつけます。そうやってこう人が歩きやすい千鳥打ち、千鳥っていうんですけど、千鳥打ちで飛び石を見せていきますね。何回も何回もこう歩いて人がよく歩きやすいようにですね、飛び石を見せていきます。はい、モノ段が出来上がりましたら、今度はそのモノ段の間のネジですね、ネジの間に黒土を詰めて苔を貼り付けていきます。これでこう一番形とこういう感じになってきますね。でこう周りの方にもこうまだ苔を張る場所がいっぱいあるので、今度どんどんこの延べ段とこの、こちらの方の土の部分ですか、そういうつながりが出てきます。ではそういうふうに苔を張り付けている最中です。はい、先ほどのですね、苔を詰めていたんで、オリジンスケ詰めていたんですけども、この辺に張り終わりました。でこれからこっちの方にもですね、苔を張り付けています。ここに防潮シート今引いたんですけど、ここには白川山と白い塗装砂利が来ます。はい、既存だった立水線の下の方にですね、周りの石張りと延べ石を囲ってフレームにして長にこっちのテッペリを貼り付けました。ここに既存だった、シンクなんですけど、ね、これをこの上の方に置いていきます。これが出来上がりですね。白と黒のコントラストになってとてもいい、仕上がりになると思います。